アイスクリーム、アイススクリーム、南品ンンイチです。本日のテーマは、超高配透明柄2914、タバコは売れるのということで、JT の日本タバコ産業をご紹介いたします。冒頭のダジャレ、意味がわかったかと、私の Twitter までご連絡ください。 正解先着一名様に何かあげたいと思いますまずは結論からですけども JT、ロシアの影響はどうなんだというですね声が非常に大きいんですけどもロシアのウクライナ侵攻はリスクではありますリスク以上の買いの要素が三つありますそれはタバコ産業は世界的に伸びる世界経済は成長傾向にある海外で儲けている JT は円安は 強烈な追い風でありまずは直近に公表されている業績予想からの修正ということでこちら JT の記事なんですけども4月28日に JT からお知らせがありますロシア・ウクライナ情勢についてということで。 JT は何と言っているかというと今後の見通しや業績の影響については合理的に見積もることができませんこれはどういうことかと言いますともう分からんよと言っているわけですねで今現在工場を停止しておりますただしですけども1つ言えることはです、ねまあ、売却できれば一番いいんですけどもそれもできないもう放り投げても,もうしょうがないよと。 半分諦めていると言ってもいいでしょう。ただですね、唯一いいことにです、ね、ロシアがウクライナに攻めている、まあ、これ不謹慎なことかもしれませんが、ロシアがウクライナに攻めているので、JT の工場はロシアにあるので、ロシアの JT の工場は無事なんですね。無事ですので、まあ、戦争さえ終わればすぐに復帰。 生産も開始できるただし戦争が終わらないとですね、まあ、人も非常にですね集まりにくいですし工場も回復できないということで、まあ、JT の社員は約2名と聞いておりますが、まあ、それでもですねこちらのロシアの工場の売り上げこちらはですねもうないと考えた方がいいでしょうさらにもう一つ懸念点として新型コロナウイルスの感染拡大ということでもう2年以上 立っておりますがタバコについてはですね現時点で事業継続に支障はありませんと言っておりますので中国、ですね大幅なロックダウンで家からも出れないということがない限りはもう新型コロナウイルス感染拡大についてはもう折り込み済みと言っていいでしょう。それではではすすね続いての記事にきます JT の海外タバコ事業の調整後営業利益内訳ということで、この CIS、これがですね、ロシア、ウクライナなど旧ソ連、東ヨーロッパ諸国の JT の売り上げになりますので、約25%程度ありますので、やっぱりここのですね、利益が吹っ飛ぶと、JT にとっては大きな損失にはなるんですけれども、私はですね、そう簡単にはここの利益が全部なくなると。 いうふうにはです、ね、思っておりません。それにはですね、2つほど理由がありまして、先ほども言った通りですね、ロシアがウクライナを攻めているのであって、ロシア内の工場、4つあると言われているんですけども、そちらの方は無事である。あと、ある程度の在庫は持っていると言われておりますので、まだですね、すぐに供給困難、まあ、物流も止まっているといえば止まっているんですけども、 まあですね、これがまるまるいきなりなくなるということはです、ね、ちょっと考えにくい、あともう1つ理由がありまして、まあ、国有化など、ですねロシアが、ね、JT の工場を国有化すると言われてはいるんですけども、こちらのニュース、こちらは、ね、JT のホームページなんですけども、ロシア事業を紹介する JT のホームページではですね、 JT はロシアの連邦国家予算の総収入の1.4%を納税しているとアピールしているんですね。これは非常に大きいなと思います。1.4%も納税している会社をですね簡単にないがしろにはしないんではないか。さらには、ね、日本政府も JT の筆頭株主でありますので、まあ、日本政府もですね、まあ、敵対的な、まあ 経済制裁などをしておりますが、まあですね、そう簡単にはやらないんではないかなというふうに思っておりますの、ね、で、私はどちらかというと、JT のロシア国内の利益がすべていきなり吹っ飛ぶというのはです、ね、まあ、今後10年、20年とこの戦争が続けば別ですけども、まあ、この1、2年で終わるんだったら、 ここ 1>,、ね、1年の利益は飛ぶかもしれませんがいきなり全部飛ぶというのはちょっと考えづらいというふうに個人的には思っておりますただし、現地の情勢が悪化すればです、ね、政府は踏み込んだ対応を迫られる可能性もあるということで、まあ、売却する可能性もありますが売却できればいいんですけどもロシア政府が国有化しちゃうというのが一番最悪の品を利用かなというふうに思っております。 でここにですね、JT がロシアにおけるです、ね、通期・業績予測についてということを書いてあります、あとですね、最近気になるところで,ですね、ルーブルが円に対して前提レートから1%変動する場合、約15億円程度影響が生じる見込みということで、まあ、かなりルーブル、あとですね、まあ、ドル円も関係してくるということで、この辺ですね。 非常に重要ですので皆さんチェックしておいてくださいなんですけども今すべてにおいてルーブル以外は円安に動いておりますのでどうやら追い風になっておりますでですね今から追い風のです、ね、3つの理由を先説明したいと思いますまずタバコ産業がこれからどうなっていくのか というこ会社の世界シェア2020年、これ中国の会社、でこれイギリスですねで、アメリカのフィリップ・モリス、あとこれもイギリスだと思ったんですけども、すいません、アメリカかもしれません、JT は約4番目の会社でありますが、海外に進出しているメーカーとしてましてはです、ね、約もう今、2位か3位の地位まで来ております。こちら中国のタバコさ の会社はですねまぁ、あ、中国国内という風うに聞いておりますのでここの4つがですね大きな世界進出している会社となっておりますでもですねいくら世界3位の2位3位の会社であってもタバコが売れなければ意味ないという風に捉える方が非常に多いかと思いますが日本ではですね非常にタバコ喫煙率も下がっているんですけどもじゃあ世界を見るとどうなんだ今後はどうなんだというところを見ますとですね このように、ですね、タバコ市場というのは、ですね、2021年、昨年度、で5年後のですね、2027年度には、ですね、なんと毎年、6.7%の成長をすると。 言っております。でこの CAGR ですね、経過というんですけれども、年平均成長率ということで、毎年6%も成長すると、しかもですね、ここ5年は成長しますよというふうに予想されておりますので、これはですね、JT にとっては非常に追い風だと。 思っておりますし世界で売るに JT としましても非常に追い風でありますですので、ね、日本国内日本だけ見ますと、ね、JT はオワコンだと言っている人がいるんですけれどもこれからですね世界はタバコは売れまくりと言ってもいいんではないでしょうかそれからですね景気がかなりですねタバコというのは左右されますし税金もですね影響されるんですけども こちら IMF の最新の世界経済見通しの成長予測ということで、まあ、アメリカなんかはです、ね、成長はするんですけれども鈍化しているということなんですけれども日本はです、ね、意外にもこれからちょっと上がるというふうになっておりますし、まあ、先進国というところを見ますと、ね、あまり変わり映えしないんですけどもそれでも。 成長力は鈍化しているんですけども、えー、GDP はマイナス成長ではないというところが見て取れますし、えっとですね、これからタバコ産業として、市場として非常に大きいと言われているアジアの新興国、発展途上国、あとですね、中東と中央アジア、それからですね、他の新興国市場と中所得経済。 というところを見ますとです、ね、新興国の成長率と違ってです、ね、かなり高い伸びを示しております、ここがです、ね、非常に大きくて、タバコが売れるところというのはです、ね、新興国、発展途上国なんですね、これから売れるのは。ですので、順調に経済も成長すれば、タバコも成長、売れると。 いうことでタバコ市場の拡大というところを見ますとです、ね、まあ、中国は、ね、中国のタバコが強いんですけども、それ以外のところではで、ね、非常に売れるのではないかと見ております。三つ,つ目の追い風ですね。ドル円ですね。これはですね、JT はほぼですね。 日本のタバコも重要なんですけども、海外比率が非常に高くて60、60%か70%ございます。ですので、ドルで決済するときに、ですね非常にドル円が鍵となってきます。それで、会社予測、まあ、会社の想定金利というか、です総、ね、想定相場ですね、は110円と言っております。110円なのに、現在もう130円ということはですね、 約20%ぐらい、も利益が乗っかってきちゃうよということ、状態になっております。ですので、これは非常に JT にとっては追い風であります。さらにですね、海外でどれだけ売っているのかと、先ほど60%か70%と言いましたが、こちら、ちょっと詳しく見ていきましょう。 で,ですね、セグメント構成、こちら JT なんですけども、海外タバコが66%、国内が24%なんですね。これをですね意外に知ら,知らない方が非常に多くて、海外で大きな売り上げを上げている。しかも、その海外のタバコが今後伸びると言ってるんですね。えー、そうやって考えると JT は非常に魅力的な銘柄に見えてきます。さらにはですね、もうだいぶ経ちますが、加工食品、あと医薬品もやっておりますので、えー 適切なポートフォリオを作っていこうというところも見え隠れしますが、それにしても、ですねこの海外タバコの利益率29、29%、約30%ということで、私から言わせるとぼったくりなんですけども、それでもこんだけ儲ける上にでえね3つのですね追い風が吹いているということで、円安、それからですね世界経済、それからタバコの需要の供給のです、ね、市場 拡大というところを見ますと、ですね JT はまだまだ伸びるんではないかというふうに私は読んでおりますし、えっとですね、株主優待の 廃止とか、あと、ね、日本のタバコの税金の値上げということで、やっぱり身近なところから見ていくと、なんかオワコンなのかなという感じがしますが、先ほどの3つのです、ね、追い風のニュースを見ていただければです、ね、JT がまだ成長の余地あるんではないかというところが見て取れますし、今です、ね、株価、絶好調でありますので、その理由が先ほどの3つの要素かなというふうに思います。 でさらに国内売上高校生ということで、海外が68%、もう70%が海外なんですね、えですので、円安の効果は非常に大きいということなんですけども、ここにどんだけロシアが入っているかというところが鍵になってきますが、それでもです、ね、赤字になるということは、基本的には、ね、特別損失でも出さない限りはないんではないかというふうに呼んでおります。 そんな日本タバコ産業 JT の主な数値を確認していきます。5月6日時点で2299円、時価総額4兆5990億円で ROE12%、ROA6%、e、RO e、PER11.5 倍、PBR1.4 倍、配当利回り6.52%、自己資本48.5%、 7%ですで配当成功がちょっと高いのはですねここの会社の特徴なんですけども、これはですねもうずっと維持していくと言っておりますので、まあ、ここはですね信じていきたいというところになりますここにも書いてありますが、世界3位のタバコ産業ということで、やっぱり海外でどれだけ儲けるかというのが、今後、鍵になりそうです。 JT の通期の業績予想を見ていきます。コロナショックとですね国内の落ち込みから18年から20年度苦戦いたしましたが、やっぱり海外が好調で21年、22年と復活してきました。でどうやら23年、さらに伸びそうです。で,ですね利益もしっかりと出ておりますので、なんら問題ないですし、先ほどの資料を見ていただければです、ね、今後、ざっ後 クリとですね、もう右肩上がりになるのは間違いないというところで心配なのはロシアの売上だけという風になりますが、それをカバーするだけの円安の効果はあるのかなという風に思います。続いて最新の決算、前年同期で見ますと売上も6.2%、営業利益も11%伸びております。ですね、為替一定ベースで。 非常に前年同期 3. 8、3.8%、前年同期、調整しても4.5%ということで、主にタバコ事業におけるプライシングが成長権威ということで、タバコでちゃんと稼いでますよというふうになっております。でさらにはですね タバコ以外のところを見ていきたいんですけども、医薬品事業、加工食品事業、主に日本なんですけども、こちらもですね、順調に前年同期比8.3%、8%、加工食品も5%で、利益に至っては26%と、タバコ以外も好調ですよというふうになっております。 でタバコ事業、こちらですね、総販売総量ですね、やっぱり減っているというふうに勘違いしている方が非常に多いんですけども、この前年同期で見ましても、1.2%増えているということで、こちら、1%、でこの RRP というのは、ですね加熱式タバコのことですね、まあ、こちらが非常に高い伸びで、今後もですね日本も、 こちらのですね、RRP の方を押して、さらには世界にも進出していくし、あとはですね、メビウス、まあ、昔のあれセブンスターじゃなくてな、マイルドセブンですね、マイルドセブンがメビウスに変わり、メビウスを世界のブランドとして今、押し出しておりますので、こちらも要注目であります。 最後に配当、配当方針見ていくんですけども、配当成功を75%を目安とすると言っておりますので、高い配当成功は気にすることはないのかなというふうに思いますが、ただし利益がなくなればそれだけ下がるというのは間違いありません。続いて年間の配当履歴ということで、ずっとですね、減配なしというところ。 ですね、21年度140円で減配しておりました、すいません、しかしながら配当利回り6%を切ることはありませんし、配当選考75%と会社が謳っておるので、この73.4%は高いんではなくて会社ど、会社の予定通りと踏んで良いでしょう。えそんなです、ね、日本タバコ買いづらい方はフェルシー、こちら、マネックス証券のワン株と言われるです、ね、1株から始める投資アプリ。 あとネオモバ、SBI のです、ね、1株から買えるネオモバ、私、推しておりますので、私に特に1円も入るわけではございませんので、ぜひ皆さん、口座開設、使ってみてくださいえ。結論とまとめです。世界的に見ると、タバコの需要は右肩上がりであります。世界でもトップクラスの JT は世界第3位の会社です。え海外販売も好調で、円安も追い風です。非常に追い風です。 高い利回りは魅力だし、引力、創薬事業も今後期待ということで、現在赤字ではなく、しっかりと利益を出しております。たただだし、ただしですね。 一つだけリスクはロシアのみだが、タバコ事業の2割はもう諦めたかということで、2割がなくなっても、ですねそれを補うだけの今回、ですね追い風が吹いておりますので、決して JT は大はこではないということで、このロシアのリスクだけをですね見極めてからです、ね、買うか、リスクをですね、えー 承知の上でちょっとずつ集めるか、これはです、ね、皆さんの投資スタイル、投資判断に任されるところではあるんですけども、私,が私は個人的にはです、ね、現在の株価を割安と考えておりますので、ぜひです、ね、このロシアの影響で下がるようであれば、ちょっとずつ先ほどのフェルシーやネオモまで買っていきたいと思っているというか、もうすでに買っております。 本日はタバコで有名な JT をご紹介しました、世界第3位の会社であります、まあ、ロシアのです、ね、影響で株価、低迷しておりますが、タバコ業界、タバコ市場は世界的に見ると、ここ5年は間違いなく上がっていきますしまだまだ新興国、あと東南アジア、アフリカではです、ね、タバコの需要、非常に高まってきておりますので、ぜひ皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。 あとはですね、最後にチャンネル登録、いいねボタン、コメント、お待ちしております。本日は以上です。難品おやじでした。